今日は2017年9月の29日、23時40分です。よろしくお願いします。おはようございます。こんばんは。こんばんは。はい、わだつ。おー、どうもどうも、こんばんは。はい、こんばんは。はい、わざつ。ピザ食べたよ。ちょっとメガネが変だからメガネ洗ってくるわ。はい、おやすみ。はい、こんばんは。わだつ。のんちゃんはね、オロチドッポンみたいになってるね。やばいね、手が。オロチドッポン。もう空手家の手みたいになってるよ。まん丸アンパンマンみたいになってる。やばいっすね。笑うぐらいパンパンに荒れてるね。うん。4788だね。ああ、了解です。はいはい。俺が小学生の時飼ってたトカゲと顔がそっくりな配信者が上半身裸の勘違い配信してて軽く気持ち悪かった。あ、それは気持ち悪いね、うん、はいどうも。それはかなりきついね。ああ、いえいえ、ありがとう。いや元気だよ。元気元気ですよ。ビンゴね、俺ビンゴになったんだけど景品もらえなかったんだよね。ビンゴになったのに景品もらえなかった。さすがですね。何があ、同じか。ちょっとね、約束は守ってもらいたいよね。わびの風船5個だもんね。たまったもんじゃないもんね。ここは補填すべきなんじゃねえかっていうのは思うけど。いや今日寝てたよ。路上で寝てた。あ、風船5個ありがとう。あ、どうもどうも。2回やってたんだ。ありがとうございます。あー、テルありがとうね。どうしたん？ピザありがとうね。ごちそうさま。え、どうしたの？要件何だった？なんかあった？暇だったん？狭い我が家へようこそ。パソコン壊れた？俺パソコン詳しくねえぞ。修理しに行った？あ、そっか。パソコンそんな詳しくないけどね。電源つかないとかもう俺は分からんよ。そういうのは多分ハードの問題だと思うから。レッツノート買った方がいいよ、金あるうちに。レッツノートが一番いい。はいはい。いやわかんない。何ギガあんだろう。全く見方もわかんねえわ。Windows 10使いづらいよ。おー、すごいね。そんなにパソコン、携帯の容量そんな多いんだ。すげえな。はい、こんばんは。アイテムありがとう。あ、パソコン持ってないんだ。はい、どうもー。どうもどうも。いやー、見てないわ。見てない。ジム通い始めたの。どうだったの？やる気ないの？エヴァの動画見ながら解説枠かなりやってみたいです。現実不可能ですかね。やっぱ 100% バンですね。100% バンです。はい。ダメですね。ゲイリーさんがやるってことでしょう。ダメですね。バンです。あ、そんなにひどかったんだ。あ、俺の？難しいね、やっぱりね。著作権が絡む問題だから、難しいっすよ。副音声みたいなことやりたいよね、エヴァンゲリオン見ながらね。それができないんだよな、今の法律だと。いや、休まれてないよ、全然。ああ、見たよ。なんかパッと見て、なんかダンベル上げてたから、こいつバカだなと思って。キックボクシングのジム行けよと思って。なんかダンベル上げてたよ。はい、こんにちは。いやー、難しいでしょ。膝はありじゃん。肘はなしか。膝はあり。今月はアイテム投げれんが、来月期待してるぜ。今月ひどかったよ、ちょっと。足長いから膝が顔に来た。いや、あのね、相当ムエタイ選手じゃないとそんなことできないよ。膝が顔に当たるって飛び膝蹴りとかならあれだけど、そんなに上がらない。そんなに上がらない。無理無理。はい、こんばんは。っていうか、まず膝当てるのとか肘当てんのって高等技術だから、やってみるとわかる。俺もう肘使おうとしてたんだけど、無理よ。サッカー蹴りになっちゃうんでしょ、どうしても。はい、アイテムありがとう。うん。ボクシングルール、いや別にね、キックが有利だからとかそういう話はないよ。キックが有利だからとかじゃなくて、俺がボクシングにハマってるだけよ。ありがとうございます。なんか誤解をされてるんだけど、なんかパンチが得意だと思われてるけど、自分が有利になるようにじゃなくて、ただ単に好きなの、ボクシングが。だし、見てる方は、キックよりもボクシングの方が面白いと思うよ。殴り合いになるから。蹴りとかだとカットの試合になるでしょ。好きなプロボクサー、長谷川穂積とかかな。あと、畠山選手とか。平常民弦が強いですね。うん。変な独特な戦い方するんだよね。反射神経がいいからああいう戦い方できるんだよね。だから猫背で飛んでくるんだよね、こうパンチが。リードジャブなんだよ。距離感がめちゃめちゃつかみづらかった。すげえ遠い間合いからね、飛んでくるんだよ、パンチが。やってて嫌だったよ。和道が有利になるんだったらバーリトゥードでやろうよ。何でもありで。ちなみに俺ボクシングじゃないとやらないっつってるわけじゃなくて、俺はボクシングやりたいから、キックもやってもいいけど、ボクシングもやろうよって言ってんだよ。2試合やろうっつってんだよ、俺。なんか誤解を受けてない。あいつが逃げてるだけでしょ。ね、そんなぐだぐだ言うんだったら喧嘩なんか最初から売るなよ。ねえ、最初から言ってんじゃん。だったら喧嘩売ってくんなよ。ルールがどうとか。かっこ悪すぎるよ。だったらバーリトゥードでやるか？俺別に構わんぞ、バーリトゥードでも。何でもありでも。ぐだぐだ言うぐらいだったら。なあ。小さいっつうか、だったら喧嘩売ってくんなよっていう。もう拳で蹴りつけようってなってんだから。まだ言ってんの。ういっすー。お疲れっすー。関節とかは興味ないかな。だからあんまりその喧嘩が好きじゃない。なんか総合格闘技ってただの喧嘩に見えちゃうんだよね。スポーツに見えない。ギックよりもボクシングの方が好きだね。ステゴロ2出る。ステゴロ2の開催の告知をされてないし、負けた選手は出れないって話だったと思うよ。出場権限があるのは、次回出場権限あるのは勝った方っていうルールだったと思うけど、俺は出場権限ないんじゃないかな。そんな余裕はねえわ。そんな余裕はないわ。のんちゃん手見たけどすごかったよ。もうオロチドッポの手だよ。さつまいもだよ本当に。手術終わってもうここの部分に包帯巻かれてんのね。ここの部分切ったから。でここの部分見えてるけど多分綺麗にくっつけてもらったろうけど、ワイヤー入ってるんだけどさつまいもだよってビビるよ本当に。よくこんな殴ったなっていうぐらいぐちゃぐちゃ手が。ハゲにされた。何を言ってんの。こんばんは。手ぐちゃぐちゃだよ本当に。結構痛々しいよ。いや割と平気じゃないね。ワイヤーでくっつけたらしいよ。なんか骨の中にねワイヤー入れて引っ張ったんだって。切断にはならないでしょさすがに。骨折で切断って聞いたことないわ。切断は凍傷だね。山に登る人とか結構切れるね。はい、ワード2。凍傷は指取れちゃうからね。ねえ、誰とやりたい？誰とやりたい？やりたい相手？配信者？ゆいがさん。ゆいがさん。ゆいがさんかな。ネームバリューが上だから、売名ができるから。お力をお借りしたいっていうか、逆でしょ。俺とやりたいって言ってる選手の方が多いでしょ。いいかもなんだよ、弱いし有名だから。俺は対戦相手もう行列ができてる。俺とやりたいやつはいっぱいいるんだよ。ゴミみたいなアイテムしか投げないのか、ここのリスナーは。そうですよ。そうです。正解です。ゴミみたいなアイテムしか投げません、うちのリスナーは。ゴミリスナーなんで。はい、知らなかったの？いたずらじゃないでしょ。いたずらだったらあんな長時間走れないよね。はいはい、アイテムありがとう。なんか、ははって。実際ゴミみたいなアイテムしか投げられてないかも。俺結構投げてる方じゃない？ゲイリー確認しようか。ゲイリー。ゲイリーは、俺のことフォローしてないかな。ゲイリー俺のことフォローしてる？してないから確認できない。アミゴありがとう。シュッてしてくところの意味が分かんないかな。ゲイリーランキングに入ってないから、多分俺のことフォローしてないのかな。もしフォローしてたとしたらアイテム投げてないかな。はいはい、フォローありがとう。見てみようか。フォローしてくれたから。レズバー行くの？レズバーってあるんだ。へえ。2丁目近いっすね。俺5丁目だから。え、何？え？これ開けてほしいんですけど。のんちゃん、ちょっと拳みんなに見せてあげてよ。来て。開けてほしい？両手見せてあげて。痛い。こう比べて両手、あそこの。ここのとこが出てる。え？いいよいいよ。気にしなくて。そんなのだって分かってるんだからみんな。氷交換したいだよ。こっちが右手ね、折れた方。あそこカメラだから見せてあげて。両手。キョンシーみたいになってる。もうアップで見せてあげてよ。わかりづらいね。こっちが普通の手ね。はい、もう一個の方。パンパン。オロチ6本みたいになってるぞ。やばくないこれ。やばくない？え、ちょっと動かないで。やばくないこれ。パンパン。こっちが普通の手で、こっちがぐオロチドッポンみたいになってるでしょ。まん丸になっちゃって。これは何なのこれ。これ。それただのかすり傷。かすり傷。すごいよねこれ。変な色になっちゃう。紫色だよね。ちょっとそっち側に光ってよ。多分ね見づらいから。黄色いからね。うん。色悪いよね。アンパンマンみたいになってる。ありがとう。氷入れんの。うん、俺入れてあげるよ。うん、いいよ。氷入れて水入れればいいの。氷だけで。氷だけでいい。うん、どれくらい切ったの？では。うん？どれくらいメスで切ったの？切ったのは1センチぐらいだと思う。そうなんです。全身麻酔？違う。部分麻酔。腕だけ。右腕だけ麻酔。結構かかったの時間。2時間ぐらいだったもんね。2時間。あ、そんなことないか。空手家の手だよね。もうだって5日ぐらい経ってるでしょ。5日以上経ってる。それでまだ腫れ引いてないもんね。もう1週間経つか。1週間でこの腫れだからね。結構やばいよ。また腫れ直したの？あー、痛いね。こんばんは。え？暑くない？暑い。骨折でね、だからパキっていってズブってなっちゃって、こうなっちゃったんだよ。こうなっちゃったの。ここの小指のここの骨がこうなってこうなったの。だからここのこう切って中からワイヤー通して、でドリルで穴開けてこうくっつけたんでしょ。引っ張ってるんでしょ、ビーンって。俺も折ったことあるよ。俺は自然治癒で治したけど痛かったよ。リスワン欲しい。リスワン欲しい。あ、まあ綺麗にくっつきそうだね。見た感じ綺麗にくっつきそうだよ。俺そのままさ自然治癒でくっつけちゃったからさ、 ありがとうございます。未だに折れやすいんだよね。そう癖になっちゃってて、やっぱちゃんと直した方がいいよ、折れた時は。あと骨強くなるからね、一回折れる骨は強くなるよ。超回復するからね。あ、自然治癒なんだ。でもちゃんとはめた方がいいね、折れた時は。変なくっつき方するから。俺はもうなんかこういう風に曲がってくっついちゃったから、こっからパンチの力かかるとポキってすぐ折れる。だいぶ人口が増えてリスワン。ああ、もう先月からもう無理でしょう。っていうかもうニコ生状態だからね、ふわっちは。っていうかでもすごくない？よっさんの参入とかさ、ふわっちがどうなるとかさ、つばにゃんが復活するとか、タイミング全部当ててるよね、俺。ほんとさ、配信会の読みはさ、すごくない？つばにゃん復活も見事だったでしょ。よっさんが来るタイミングも、ふわっちがどうなるの、全部予言通りでしょ。こんばんは。割れながら引くぐらい当ててるもんね。日本上陸プレスリリース出てた。うん、セブンティーン群雄割拠っていうか、まあもう美味しいのはないだろうね。ふわっちで有名になるリナネコとかドレさんみたいな存在はもう出ないと思う。こうやとか愛子さんとか。もうニコ生リスナーに乗っ取られてるからね。俺も正直やりづらいよ。もうふわっち嫌いだもん。あ、DMM と契約したんだ。すごいね。もう正直なんか、良かった頃のふわっちはもうないと思ってて、全然面白くないね。昔の3ヶ月ぐらい前までがピークだったね。もう変わっちゃったよ。全然面白くなくなっちゃった。ニコの、え？平和だったね。平和だったよね。すげえ良かったのに。だから俺の放送が荒らされたタイミングとさ、ニコ生リスナーが参入したの全く一緒じゃん。バンバンブロック入れてるよ俺、荒らされないために。数いらないもん。いや平和だったよ。ニコ生リスナーあんま好きじゃないんだよね俺。マナー守らないからあいつら。もうバンバンブロック入れてきます。もう多分今だけで多分600件ぐらい入れてるよ。でもうおすすめ、もうDM とかもらわない限り解除しないことにしたから俺ね。え昔すごかったよね。閲覧10人でおすすめに入るぐらいだったもんね。楽しかったよね。全然魅力ないよ今。面白さ半減だよね。まあそれもしょうがないのかな。いや嵐が注目されるのはある程度注目されてることじゃないって言うけど、スタイルによると思うの。金梅さんとかみどりさんとかだったらタイプが合ってると思うけど、俺語るタイプじゃん、真面目な話を。だからそのドレさんの放送が荒らされたら見れないと思うよ。ドレさんも全く同じタイプだから。いやそれに近いんだよね。ファンライブは運営が一緒だね。別にそんなんで注目されても意味ないしね。アイテム飛ばないから。俺飯食うために仕事でやってんだわ配信を。かなり変わったよねみーすけね。もう正直3ヶ月ぐらい前がピークだよね。捨て頃前ぐらいが楽しかったよね。どうだろう、俺は YouTube ライブが流行ると思ってるけど。俺は YouTube ライブが流行ると思ってる。あ、もう俺お前嫌いだからもう来なくていいよ。うん、めんどくせえわ、絡むの。フォロー外しといて。うん、さよなら。もう完全にリスナー選んでくスタイルでやっていくから。どうなんだろうね、ニコ生リニューアル。はい、こんばんは。みんなも気をつけた方がいいよ。たわかで俺の悪口言ってさ、俺容赦なくブロック入れてるから。アイテム投げてようが投げてまいが関係ないからね。もう完全に選んでく。いやいやいや、ニコ生 YouTube 今すごいよ。 YouTube ライブ知らないからそういうことを言ってんだよ。だってなんだっけ、あの萌え声のニコ生の王って誰だっけ。これこれもやってるでしょ、ライブを。 YouTube ライブやってるでしょ。これこれ柴田すごかったよ、ニコ生。え、誠か。ニコ生の誠もやってたし、誠、あと誰だっけな。すごかったよ本当に。 YouTube ライブはめちゃめちゃ力入れててみんなやったよ。誠もやってる、うきょちもやってるね。誠、うきょち、これこれすごいよ。閲覧えぐいよ、チャンネル登録数、投げ銭も。だから知らないだけだよ。今密かにもうみんな参入したがってるよ YouTube。 ただチャンネル登録1000人の壁があるから、なかなかね参入障壁がでかい。投げ銭が使えないの、1000人いかないと。予言しておくよ、ここ 2,3 年で YouTube 一強になるよ。つぶやいまいちって言ってたのはね、多分ねまだ使い方を分かってないんだと思う。間違いなく YouTube ライブ一強になると思う。抱えてるリスナーの数が違うから、本気出したらやばいよね。すでに盛り上がってるよね。あ、そうなんだ。カレー王もやってんだ。へえ。今 YouTube もなかなか広告の案件出さないって聞きましたよ。広告の案件の意味が分かんないかな、ごめんね。まあ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 キッズ向けだよね。キッズ向けっていうかキッズが集まってるかどうかだよね。じゃあ今のふわっちがキッズ向けになってると思うよ俺。もともとすげえ大人が多かったのにガキがすげえ流れてきた。YouTube はバン少ないかな。俺は厳しいと思ってないですね。 YouTube はむしろすげえ伸びると思ってます。あ、俺もそれに巻き込まれた。あれは誤作動だった。柴田もサブアカやられてたよね。俺つべ全然やってるよ、うん、いやあそこはやり続けたら人来るよ。配信サイトで番基準厳しいのはツイキャス、フワッチ、ニコ生の順番かな。 FC2 が最強かそうそう、匿名性じゃなくて本アカでやってる人とか多いから。いやこれすごいよね。ふわっち厳しくなったかな、そうかな、緩くなった気がする。厳しくなった印象じゃなくて俺は緩くなった気がする。全然バンにならない。いや俺コメント書かねえかんな、本当にリスナーあんまやんないからコメ版わかんねえわ。解放お疲れ。そう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 違いが増えたんだよ。お願いします。何が？はいはい。はい、どうぞ。ありがとうございます。はいはい。いいよ。いやのんちゃんは普通に可愛いよ。温めれば、うん、お風呂の時洗えないでしょ。無理無理、俺が体洗ってあげてる。お尻は拭けるんだ。左手が使えないわけじゃないから。髪も洗ってあげる。全部洗ってあげる。顔も。しょうがないよ。はい、こんばんは。弓道はできないかなそうだな、弓道できないのは痛いな。カトランすごい心配りありがとう。盲点だったわ、弓道ができない、うん、うん、全部いいよ、食べて。俺ご飯食ったもん。禁煙したことないっすね。なんか禁煙するっていうか、その意志の弱いやつだと思ってて、禁煙するやつって俺意志強えから、めちゃめちゃ鉄の意志持ってっから、病気とか怖くないの。寿命とかも命削って吸ってっから。そう、意志の弱いやつは禁煙すればいいと思ってるね。うん。あ、そうだ、昨日マニキュア買ったんだ。え、黒黒。確か男子さんの落語あんま聞いたことない、あんまっつうか一回もねえかな。いや、世間がさどうのこうの言ってタバコやめるぐらいだったら、タバコなんか最初から吸うなよって思う。そう思わない？下手だな塗るの。昔もっとうまかったのにな。禁煙ブーム許せないっつうか、禁煙ブームに乗っかってるやつよくわかんねえわ。最初から吸うなって話だよね。てかアイコスくせえんだけどマジで。パチンコ屋行っててアイコス隣で吸ってるやつさ、なんかくせえ。本当にアイコスマジ腹立つ。何あの匂い、殺意湧かない？あの匂い俺大っ嫌いなんだけど、アイコスの匂いくせえマジで。アイコス吸ってるやつら気づかないのかな。めちゃめちゃ迷惑なんだけど。いや、意志の弱いやつが禁煙するんでしょ。間違いないでしょ。別に立川談志から引用したわけじゃないよ。世代が違いすぎる。いや、めちゃめちゃ臭いよ、アイコス。なんか変な匂いなの。焼き芋とか言ってるけど、焼き芋とかじゃないんだよね。いや、すごい匂い。なんか、何これっていう。あれ、体に悪いぞ。アイコスなんか副流炎やばいよね。アイコスの副流炎マジで臭い。殺意湧くもん、あの匂い。そう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 、豆をいったような、そう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 、それそれそれ、そう、ポップコーンが焦げたような、それそれそれ。副流炎がないっつうかね、なんかね、変な匂いすんの。なんか変な豆をね焦がしたような匂い。焼き芋とかよく言われてるけど、焼き芋とは全然違うんだよ。あれ腹立つよなマジで。あれどうにかなんねえのかな。アイコスなんだ。ていうかなんでアイコス吸うの。もう全然納得できねえわ。アイコス吸うやつはね、本当に意志が弱いと思ってる。許せねえよマジで。でも喫煙所でしか吸えないんだよねあれ。アホだな本当にタバコあったり副流炎に害がないとかさ、もうタバコやめちまえよ。こっちは体悪くするために吸ってんだよそうなの。でもさ、そんなさ、ここタバコはさエビデンス取れてるわけじゃん。もうデータが取れてるわけじゃん。だけどあれ臨床できてないわけだから大丈夫なのかなと思うよ。そう、タバコと全然違うの。タバコの匂いは気になんないのに、アイコスの匂いはめちゃめちゃ気になるの。もう隣でね、ずっと今日アイコス座るっつって、もう消えろやと思って。今の80代ぐらいの人たちはさ、うん、みんなタバコ吸ってた。そうだよ。タバコ吸うと長生きになるんだよ。タバコ吸ってた世代だ。そう。タバコって寿命伸びるんだよ。肺気腫の可能性は上がるから、健康になるとは言えないけど、寿命は間違いなく伸びるんだよ。だからまあ、僕自身もいいね。大体ね、作用があるものって副作用があるから、なんでその悪いところばっかり言うんだっていう。ああ、まあまあ、タバコ嫌いな人だったら、まあ、両方嫌いっていうのは正解だと思うよ。俺はだからタバコ吸わない人の前で吸うときは必ず一声かけるし、なるべく喫煙所行くもん。タバコ吸ってもいいですかって。っていうかね、むしろね、俺がタバコ吸えない環境の人と合わない。うん。楽しく話できないから。いや、知らないよ、そんなの。子供がいるとか。アルコールの方が、いや、まあ両方、いや、俺タバコに関しては体にいいと思って吸ってるから。マジな話。吸わないやつはタバコ消えろやと思ってる。釈迦は元気だよ。タバコ吸ってんだもん。元気に決まってるでしょ。早く乾かねえかな。いや、ダメっていう人たまにいるよ。っていうね、そう、タバコ吸う相手とあんまり会いたくない。あ、タバコ吸わない相手と。うん。話せねえから。タバコ吸うのが嫌だったら俺と付き合うなって感じだよね。副流煙が嫌だったら俺と話しないでいいじゃん。俺はそれくらいの覚悟で吸ってるよ。それこういう関係選んでいいんだからさ。ネイルって難しいんだな。よく女の人ってこんなうまく塗れるよな。ムラになるんだけど。どうやってやってんだろう。すげえ難しいんだけど、ネイル。いや、昔塗ってたんだよね。昔塗ってたんだよね。いや、せっかく自由業だから好きなファッションやろうと思ってて。薄めて重ねるんだ。のんちゃんマニキュアしてんの見たことないね。気持ち悪いよね。俺、女の人のマニキュア大嫌いだもん。え？え？動物飼ってるから。おう。不衛生でしょ？不衛生。伸ばしたり。はい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 。爪の綺麗さとか分かんなかったりだね。ちゃんと洗えてるかどうか分かんなかった。イーグルのネックレスはイーグルのネックレスだけど何？なんか逆にそこまでイーグルのネックレス何ってそこまで情報を掴んでるのに逆に何を説明すればいいのか分かんないよ。イーグルのネックレスだけどそれ以上の説明が思いつかないんだけど、何を説明すればいいの？イーグルのネックレスです。いや、ないけど、ブランドで服とかもう買わないもん。うん、大変だよね。金かかるよね。調理をする人はダメだね。まずルックスがだんだんシムのボーカルっぽくなってる。全然意識してねえわ。あの人イケメンでしょ、シムのボーカルは。はい、どうも。では超難しいんだけど、ネイル右手は塗らない。左手だけ、俺は。姉ちゃんはどつ。あ、両方塗ろうかな。いや、ネイルサロン行くのはさすがに金かかるわ。うん。久々黒く塗ったわ。早く乾かないかな。ああ、なんか言うよね、うん、タトゥーについてはどう思う？なんかあれでしょ、医師免許がないとタトゥーダメになったんでしょ。バカバカしいよね、本当に。タトゥー俺は全然ありだと思うよ。タトゥー入れたいもん、俺も。赤と黒、人差し指と薬指だけ赤にしてたんで、いつも。いや、俺中二病だよ、うん、極めようと思ってるもん、中二病。だって中学2年生の頃憧れてたファッションを今やってるの。何が悪いんだよ、中二病で。医師免許はあれはちょっと微妙だよな。シムのボーカルかっこいいね。将来については何も考えてないです、僕は。いつも言ってるんだけど、俺占い師じゃねえから、未来のことなんか何一つ分かんないので、未来のこと考えるやつと過去のこと考えるやつ、俺バカだと思ってんの。だから俺は何も考えない。いじめられたり、小学校の時転校した時はちょっといじめられたかな、小学4年生の時、うん、学校1ヶ月間行かなかったね。タトゥー何入れたの？ここにクモの巣とPUNK って入れたいね。あとハート、クローバー、スペード、ダイヤ入れたい。パンクの鉄板だね、ここにクモの巣は。パンクのやつだね。過去も見ないで現在見てるの。そうだね。いや、さすがにクモの巣は描けないよ、維持に。トライバル入れたいね。のんちゃん自分でタトゥー入れてるもん。タトゥーマシン持ってんの。のんちゃんだってメスとかも持ってるし、縫い針も持ってるし、体自分で改造するからね。のんちゃんを舐めたらダメだよ。テルは自分で入れてる。テルってひらがなで入ってるね。凡人とかは興味ないかな。トライバルかっこいいね。のんちゃん強いよ。のんちゃん最強だから。タトゥーマシンのんちゃん持ってるよっつって、え、うん、俺あれだよ、ワードなんでいつもリスワン取れないのって、俺あれだよ、ファッチ来てからずっと取ってるよ。で今月もういらないっつってわざと閲覧減らしてるの。ほんで本当に取ろうと思ったら取れるよ。だけどもうなんかめんどくさくなっちゃって、リスナーとの関係が。今ね、人を入れ替えてんのよ。だからバンバンブロック入れてんの、めんどくさいやつ。あ、ごめん、お前っていうのやめてくんない？初見さんにお前とかすげえ気分悪いわ。うん。俺ずっと撮ってるよ。見てごらん、先月から。10ヶ月連続ぐらい撮ってるよ。だからもう今月は撮らないって宣言してんの。もうめんどくせえから。初見じゃないし、じゃあお前ブロックな、さよなら。1万円もらえるよ。なんかもう、なんかなんつうの、数もらおうとか花火多くもらおうとかもうめんどくさくなっちゃったよ、うん、バカバカしくなってきて。今普通に放送を楽しみたいんだよね。でもそれが職業だろう。職業だからでしょ。な、金にならないやつ相手にするのやめたっつってんの。閲覧増えてもね、ゴミみたいなやつが増えるだけなんだもん。俺は花火師だけ大事にするよ。何でも相手にしろっていうのはおかしいよな。客選んで普通だと思うよ。プロ意識っつうか、普通に楽しくなくなってきたんだよね、配信が。なんかこのままだともうダメだ、先がないなと思い始めたから、もういらないリスナーはいらないってはっきり言ってる。解明してよ。別に閲覧減っても食えてればそれでいいから、ストレスになるのがすごい嫌だ。応援してくれる人だけ大事にするよ。あ、ごめん、見てない。俺ニュースとかやってないから。いや、なんかもう勘に頼ってるね。なんかもうサムネがムカついた。楽しめなかったら辛いだけだからね。楽しいことだけやるのが俺の目的だからさ。別になんかお前とか言ってきたりとかさ、俺に意見してくるやつとか俺別に何の得にもなんねえから。そう。いらないやつはいらない。おい、ありがとう。おはよう。別に腐るほど配信あって面白い配信なんか腐るほどあんだからさ、他行けばいいじゃん。俺の配信見なきゃいいだけだもん。俺のこと面白いわーって大切だわーって思ってくれる人とだけ楽しくやるよ。つまんねえとかなんかお前はこうだろうとかわけわかんないでしょ。他行けって話だよ。厳しいっつうか普通だと思うよ。普通が今までまかり通ってなかっただけだと思ってて、別に閲覧困ってねえかんな。別にかそってもいいと思ってる、本気で。なんか人様に迷惑かけるのを喜びとしてる人と俺は楽しく喋れないかな。ましてや俺のこと嫌いな人と楽しく喋ろうっていう気分には俺はなれない。あ、どうもどうも。はい、わたつ。両方だよ。でも楽しさ優先だね。俺は楽しいことでしか金稼ぎたくないから、楽しいことやって、楽しいことやって楽しかったわーって言ってくれた人のお気持ちで体作りたいから、だってただでさ見られてさ文句言われたらただとたまったもんじゃないでしょ。俺が言ってることって間違ってるか？普通の意見言ってると思うけど、客層はコントロールするよ。知り合いが行きつけの飲食店に意見言いまくってたら店が潰れた。へえ。てかね、そもそも意見があるんだったらてめえでやれよっていうのが俺の考え方かな。そう思わない？こうやった方がいいって本気で思ってるんならてめえでやれって感じだよ。ああ、ダメなんだ。ありがとう教えてくれて。人の話聞いてねえなこいつ。はい、初見にこいつ呼ばわりはさっき自分が言ったこと数字通ってないよ。だからてめえが意見言ってきたからだろ。なんでおめえの意見聞かなきゃいけないんだよ。おめえと俺の立場ちげえだろうが、バカが。消えろよ。なんでお前自分が偉いと思ってんの。バカ野郎、俺がされて嫌だっつってんだよ。おめえのことなんか知らねえよ。おめえがどこでのたれ死のうが何しようか勝手なんだから。俺には関係ねえんだから。おめえとなんか関係ねえだろ。ずうずうしいやつ嫌いなんだよ俺。消えてくれ。いや消えろお前。うぜえわ正直。俺お前のこと嫌いだわ、うん、関わんねえでくれ。他行け。マジ気分悪い。ごめんねみんな、なんかバカ一人のせいでマジ申し訳ない本当に。ありがとう。はいはい。あ、お前うぜえわ。バイバイ。さよなら。明日仕事なんだ。頑張って。あー、マジで勘違い。ほんとムカつくよな。てめえの閲覧なんかいらねえんだよゴミが。いやまずね、応援してくれてる人に失礼でしょ。ビリーさんの言う通りでさ、ここのラーメンがうまいと思って食ってんのに横でまずいっつってんのはさ、営業妨害じゃん完全に。こんなん来なくていいよって話じゃん。金も払わねえで文句言うってどういうことだよなほんと。どういう見解だよ。どういう教育受けたらそうなるのかよくわかんねえよ。親の顔が見てみてえよな。知らない。その人に聞けば有名なんですかって。なんで俺に聞いたの。その人に聞きゃいいじゃん。あんた有名なのって。俺その人のこと知らないもん。なんで俺に聞いたの。あとプロフィール欄ぐらい読めよ。ピザーラかな、うん、あ、お前もブロックな。あ、暗いんか。はいはい、アイテムありがとう。あ、もう一回言っとくけどさ、アイテム投げる気ない人はもうフォロー外して俺の放送見なくていいっすよ。どうせブロック入れるだけなんで。申し訳ないけど、今後、アイテム投げる気ない人はフォロー外してください。関わる気ないんで。他行ってね。よろしく。もうフォロー外しますとかもいらないから。コメントもいらない。迷惑だから。応援する気のない人はフォロー外してください。どうせブロック入れるだけなんで、今後。夜っつうか、いや、配信やりたい時にやるっていう感じかな。うん、起きた時、まあ好きな時に起きて、まあやりたくなったらやるっていう。基本的に気分を大事にしてるんですね。自分の感覚とか気分っていうのをすごい大事にしてて。だから気が乗らないことはあんまりやらないっていう風に心がけてる。うん。なんかその人生一回きりでもったいないじゃん。やりたくないことやるのって。だからやりたいことやっていきたいなと思ってるから。時間と人生だけは取り返しがつかないもんだと思ってるから。自分が何のために生まれてきたのかって自分がやりたいことやるためでしょ。だから、それしかやらないって決めてるかな。うん、起きたい時に起きて、やりたいことやって、で、幸せに生きるっていう。そんな感じっすね。夜とか朝とか関係ないっすね。僕が起きた時が朝で、僕が寝る時が夜だと思ってるんで。うん。楽しいっすよ。やりたいようにやって生活できるっていいな。俺は怖くてできないけど。なんか、お金の問題じゃないと思ってて、気持ちの問題だと思ってるんですよ、僕は。自分がなりたいものになれるっていうか、過去、昔ね、昔自分が心で強く念じたこととか思い込んだことっていうのが俺は具現化するだけだと思ってるから、多分過去そういう風に思ったんだろうね。3年前、4年前、5年前ぐらいに。俺はもうやりたいことだけやって生きようって決めたっていうか。怖いことなんてないっすよ。腹くくったら終わりなんで。いや、俺はもうやりたいことだけやって生きるって決めてますね。のんちゃんジュース買いに行くけどなんかある？なんかいる？え？コンビニに売ってる？コンビニじゃねえ、自販機。うん。買ってくるわ。ちょっとジュース買ってくるわ。はい、ありがとう。グアバジュースが1本ね、冷蔵庫に入ってる。いいよ。おお。おい、南波さん、いつもありがとう。南波さん、いつもありがとうね。安定が捨てられない。安定ってなんだろうね。俺は安定ってないと思ってるから、世の中に。安定したものってあるのかな。はい、のっちさんありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。あ、そうなんだ。似合う似合わない、別にハゲたらハゲて俺は別にハゲててもかっこいいやつっていると思ってて、別に気にする必要ないんじゃないの。ハゲててもモテるやつはモテるし、かっこ悪いやつはかっこ悪いし、かっこいいやつはかっこいいと思ってるけど、なんかハゲを気にするのってすげえ無意味だと思ってて。悩む必要なんかないんじゃないの。うん、いやでもなんだろう、俺はなんだろうな、やりたいことやらない方がリスクに感じるかな。やりたいことやるために生まれてきたのに、やりたいことやらないで死ぬ方がリスクに感じちゃうかな、俺は。なんか働くことって何なのかっていつも言うんだけど、例えば100嫌なことやってお金手に入るとするじゃん。100嫌なことやってで、例えばそれ20万手に入ったとしても、その100の憂さ晴らしに20万使うからプラマイゼロな気がするんだよ。だけどやりたいことやって飯食えてたらプラスしかないっていうか、俺はそう考えるのね。収入とか食えれば別にやりたいことやってたらプラスにしかならなくねえかと思って、別に食えるわけじゃん、何かを一生懸命やったら、本気でやったら。逆にそのやりたいことやって食えない方がおかしいと思ってるから、うん、嫌なことやるのは俺嫌なんだよな。泣いてなんか死ぬ時にあの時ああすればよかったってもう取り返しつかないからな。時間だけは返ってこないから、だから俺はやりたいことだけやるって決めたけど、うん、いやその方が社会にとってもいいわけじゃん。その方が社会にとってもいいわけだから、俺はそういう風にやりたいと思ってるね。全力でやりたいことだけやるっていう。アイテムありがとうございます、ヤバゾウさん。時間は金じゃ買えないからな。俺はやりたいことやるために生まれてきたしな。まあでもビリーさんが安心とか安定とかを求めてそれが幸せなら俺はそれで勝ちだと思うよ。人と比べるもんじゃないと思うけど、人と比べれば比べるほど不幸になるだけだから、なんか誰かと比べて誰かよりいい思いしてると思わないと幸せだと思えない人の方が俺はかわいそうだと思ってる。いや誰でもできるでしょ、うん、好き勝手に生きるだけ、ただ動物みたいに生きるだけだから。だってどの生物見ても自由にやってるぜ。だって野良猫ですら死んでないからね。猫にできてに自分にできねえってどういうことだよって思わない？猫ですらやってるんだよ。猫がやってることをなんで人間がやらないんだよな。おい、謎の女さんいつもありがとう。アイテムありがとうね。感謝です。ありがとう。誰でもできると思うよ、うん、アイテムありがとう。やりたくないことやってる動物なんかいないでしょ。だから不自然なんだよね。あー、人の顔色見るのは大っ嫌いだね俺。めんどくさいわ正直。自分が安定してると思っていたものが実は何も保証されてないことに気づいてからは自由にやることでした。そう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 、誰も自分だけだよ自分のこと守ってくれんの。もしくは家族とか、うん、恋人とか、うん、そういうもんだと思うよ。人の顔色を見ても人は助けてくんないからね。助けてくれるやつは仲間だと思うけど、他人なんか自分が思ってるほど関心ないよ自分に対して。なんか試合するみたいですね。僕は試合っていうよりも仕事もらって人のお金もらって人のこと殴るもんだと思ってるけど。お疲れっす。アイテムありがとうルシさん、いつもありがとうね。ありがとうございます。応援ありがとう。さよなら。幸せそうな人のところ行ってください。さよなら。いや、わかんない。俺はボクシングルール、入れてって言ってるけど。チケット制じゃないね。閲覧だけじゃん。ドレさんの放送でやるっつった。プロモータードレさんだからドレさんに聞いて。うん。俺は金もらって人殴るだけだから。仕事のオファーが来ただけです。いや、どうだろうね。別に俺のことが不幸に見えることを俺になんか言わないでみたいな。俺そういうなんか、なんつうの、ネガティブなやつ嫌いだから、ネガティブなバイブレーション受け取りたくないの。俺の周りにそういうやついらないって感じかな。で、俺は楽しいよ。全然。幸せそうだよね。いや、金もらって人殴るんだよ。ただそれだけだよ。金もらって合法的に人が殺せるだけだよ。いや、敵討ちではないけど、うん。むしろのんちゃんがすでに俺の敵を取ってくれた形だから。えいっせー、カオスいらっしゃい。まあいいんじゃない、好きにやれば。いや、あんま関係ないでしょ。喧嘩だよ。喧嘩。ただの喧嘩だよ。手羽先こうさん、アイテムありがとう。若さ侮れないですよ。いや、よくわかんねえわ。殴りたい相手だから。殴りたい相手だから。まさかね、金もらってね、殴りたい相手、生放送をつけて殴れるっていうのをワクワクするよね。テルはほら、殴りたくない相手だったじゃん。殴りたい相手、お金もらって、全国、ね、インターネットで公開処刑できるんですよ。ついてるよね。ついてるよね。ルールはまだ決まってないけど、早く決めてほしいかな。2試合、だから、向こうがキックやるんだったら、こっちはボクシング入れろって言ってる。まあ、レフェリーが止めるのをね、止めないでくれよっていう感じだよね。タコ殴りにしたいから。レフェリー止めんなよって。かなりついてるでしょ。かなりついてるでしょ。ああ、正式に決まったんだ。ボクシング2ラウンド、キック2ラウンド。いいね。嫌な質問していいですか？いや、結構です。しなくていいです。めんどくさいんで。ダメです。ダメに決まってんだろ。なんで俺が嫌なことを嫌がらせすんだよ。失礼だろ。スタミナが心配ね。まあでも3分3ラウンドじゃないでしょ。2ラウンドでしょ。まあでもな、運動してねえかんな、捨て頃終わったからな。ちょっとスタミナつけないとね。後で練習配信しようか。75キロだからそうだね。3、4キロ太ってるね。3、4キロ太ってるね。体重重いのは別にいいんだけど、スタミナさえ持てば。重たい方が有利だから。キックオンリーじゃなくてキックボクシングね。ブンブンフック？ああ、デンプシーロール？デンプシーロールのこと？リアルデンプシー。どうだろうね。いや、もう喧嘩だと思ってるね。ボクシングとかキックボクシングじゃなくて喧嘩、殴り合いだと思ってるから、ただの今回は。いや、デンプシーは封印っていうか、いや、ボクシングの時だったらね、有効だよね。まあだからあいつがどれくらいの実力か知らねえかんな。まあ、初顔合わせでドンだから、用意ドンだから。まあ、閲覧は伸びるかどうかわかんねえけど、相手が仮想だから。あさって練習かな。10月の1日、辰彦にトレーニングコーチまたつけてもらう。辰彦とカズ軍曹かな。レフェリーは便所太郎さんがやるみたいよ。知らないよ。だから俺が主催じゃないから。怖い顔の職人さんって誰？ああ、カズ軍曹？いや、強いらしいよ。あ、体もがっちりしてるしね。運動神経良さそうじゃん。強いと思うよ。あ、まあまあ、そうだろうね。そう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 、ベトナムの兵隊みたいな人ね。そうそう、ドルさんの企画。いや、わかんないよ。やってみないと。だから関係ない。強かろうが弱かろうが殴りたい相手だから関係ない。だって辰彦めちゃめちゃ強いもん。達彦と何回もやってるから知ってるもん。公文竜も弱くないよ別に。達彦のガチスパー見る？達彦対ドレさんの動画持ってるよ。見たかったら流すよ。達彦対ドレさん。身長差は向こうの方がでかいんじゃないかな。リーチでは向こうの方が有利じゃない？見たい？な、ちょっと待って。達彦とドレさん見たら強さわかるよ。見たい？ちょっと待って。じゃあ動画用意するわ。何回目だったかなやったの。達彦とドレさん。達彦ドレさん。ちょっと待ってね。10%ぐらいです。力入れた。ボディの練習したんです。3ラウンド目がやばい。達彦ドレさんどれだろう。ちょっと待ってね、探すから。意気込みをスーパースター。前回。2かな、シャープ2かな、ちょっと待ってね、探すわ。あ、これだ。あったあった。これだ。これが達彦 VS ドレさんかな。ピンク色のグローブが達彦ね。言わなくてもわかるか。そんなに言わなくてもわかるわな。じゃあ始めます。スタート。はい。パリングうまいよね。全部パンチ払い落としてるもんね。ドレさんもジェリジェリ詰めていくし。いっちゃうぞ、カットしないと。はい、残り1分。やっぱ上手い人だと蹴り合いになるね。パンチ当たんないから。いや、ドレさん蹴り重いよ。残り10秒。ドレさん上手いぞ、それ。3、2、1。まあだけどね、ドレさんにパンチ打たせてないからね、相当うまい。あともっと攻めてるやつあったんだよな。これかな、もうちょい攻めてるやつあったよ。みんな、皆さん、お疲れ様です。これよりも攻めてるやつがあるから。お疲れ様です。待ってね。そのガードの方がいいな。そっちの方が実際にできる。お前はアウトボクシングだから。はい。 이번에도 그럴 것 같아가지고 65가 뭐가 안 돼.これマスだね。いいよ、ボビー狙ってるから。いいよ、きれい色。お互いね、来たパンチをさばいて、そうそう。避けた後だよ、避けるのはいいんだよ。避けた後、ナイスなんだよ。避けて下がるな。避けてない。はい、止まらない。バッティングコア、バッティングコア、これ頭から。30秒。もういいよ。おい！いいね！まあプロじゃないっつうか長年やってる人だよね。長年やってる人って感じ。もう十何年やってるから技術が全然違う。そんな理由がある。プロじゃないかもしれないけども素人とは圧倒的な差がある。あ、達彦と俺がある。わかんない。ルールは何でもいいよ。でも達彦と俺がやってる時達彦手抜いてっかんな。達彦手抜いちゃうかんね、優しいから。あ、進撃の巨人だね。目型の巨人だね。目型の巨人。本格的にっつうか、まあまあ一生懸命やるけどボコボコにしますね。技術的な面もそうなんだけど、そんなのよりも気持ちでしょ。会長達彦はないかな。そうやって待ったら来るんだぞ。行かなきゃ自分から。自分から行かなきゃ。そう。お前攻撃する限りはやられないんだよ。まあ音は音っつうか痛えよ。アルカップ入れてない。少し絞ったかんね、この子。首相撲対策できてないからわかんない。いや、ここでやるだけだよ。ただの喧嘩だって。だから興行じゃないから、ここで喧嘩するだけだよ。でも高画質だから迫力あるよ。と達彦強いよ。手抜いてるぞ。格下とやってる時はこういうふうに手抜いてる。この子にね、このベンちゃんがボクシングルールで、まあベンちゃん任せ。まだこれ最後でいいぞ。いけ。ダル君と俺か。ダメだ、そうまっすぐさないから。いや、わかんないルールは。顎引いとけ。顎上がってんぞ。背中受けるとこないぞお前。振って止まらない。深井君、見過ぎ、そんな展開ないよ。相手が出してこないから打て。打って。頭打って。いい、相手が何もしないで、膝行け、膝。3秒。はい、残り時間1分。あれ、全部力持ってるの、吠えろ。いや、俺はボクシングルールでやりたい。俺はボクシングルール。全然いいよ。16音声慣れてるから俺。そういうポジションない。後ろから抱きつくのはない。あとカウンターが怖いのは打った後ガードにしてない。ガードの上から叩かれてそんなにしてない。打ってガード。あと10秒。いけ。ガード。打ったらガードつくと。ブレイク。オッケー。いや、ボクシングでも危ないよ。なんかボクシング、俺が有利とか言われてるけど、ボクシング全然変わんないよ。むしろ殴り合いの方が多分面白いよ。俺がただボクシングやりたいだけ。あ、俺と達彦また再開します。ナイスロー。まあ蹴りもダブルスの本来だ。はい。走らせて速いのはいいけど、まあダブルスの本来。ナイスロー。はい。はい。こっちのためにならないぞ、出したらそんな展開ないんだから。あ、いい服や。フックするときに反対の方がガードが出てる。カウンターで入ったの。あー、危ね。打ち終わりガードしないのもらうよ。右打って倒されてんだぞ今。右で止めてもらったんで、ガードガタガタだよ。あと10秒。ブレイク。今疲れてもうこいつもけないから行けよ。あとドルさんと達彦最後かな。なかったね。もっといい試合あるからちょっと待ってて。ものすごいいいコーチだな。こういう初期の癖がもうしっかりついてる。達彦の強いやつどれだ。いい姿勢だ。いい姿勢そう。打たれても前に踏まれた。これかな。これいいと思う。結構バッてなるんで、わざとこう追い込まれて。ダメです。残っちゃう。ちょっと中にいたんじゃないですか。達彦と俺か。なんで流せるの？入れ墨がすごい入ってる。いや入ってないです。じゃあいいですか。いきますよ。2分です。お願いします。ますかこれ。あった。あ、これじゃないか。ないな。レンガゆっくりやってるからこう頭に入れるのね、顎引きながら全部見えるから止まってない。そう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 で避けたところに最初にやったみたいにパリングしたら同時に出す、はい、連射3つ怖えんだよな、プレッシャーが半端じゃないの、体格差怖えぞ便所さん、うまいしさ、パンチめちゃめちゃ重いから見ててごらん、吹っ飛ぶから便所さん手加減してんのに吹っ飛ぶのよ、体重違う、全然違うよこれ、マスかな、そう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 、そういうリズムで動いとけば相手は的絞らなきゃいけないから、じっとしてるから当たるんだ、これマスだな多分、うん寸止めだね、分かんない、そう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 これ寸止めか、寸止めだよね雰囲気的に、ボクシングの方が面白いよね見てて、マークハントだよね、あバッチ打ちやすから切れるから軽くやっても体ヘッドギアない方が見やすいんだよね、そうそうそう打たせてくれてんだからどんどん練習しろ、ワンツーボディカウンター狙ってんだよねマスだねこれは、ワンツーからワンツーボディすぐ戻せ、打ったらすぐ戻せ、その練習させてくれてんだからすぐ打ち返してくっからねうまいんだよ軸がぶれないよねベンドさんは、ボディーまでボディーまでワンツーボディーおい怖くなってきて経験者と全然違うよ、経験者と全然違うよ、全然違う、思いっきりテクニック出るよ、6月10日までにその女関係の悪い噂が立ったらちょっとキャラメル審議対の順番って言われてるよね、心が強いのが1番で技術で2番、3番目にフィジカルって言われた、審議対トラウマの練習試合だこれこれトラウマ、よろしくお願いします、もう本当にトラウマ、もう二度とやりたくない心が尖ってないと絶対勝てない、老地獄だよ。音が違う。トレさんね、笑いながら人殴るんだもん。リングに上がるとにやけるタイプなんだよね。怖いんだよ。やばいよね、音が違うんだよね怖えぞ。いやー、笑うつうか笑えねえよね。今でも痛み思い出すからね。痛みを思い出すからね。トラウマだからな、ほんと。あのアッパーはやばいだろ。じゃあ心が折れてんじゃなくて、もう足が言うこと聞かないんだよ。もらってみろよ、一回。リングアウトだかんだ。あのね、もらってごらん。強すぎるだろ。やべえ、まだだろ。残り16秒。残り16秒。最後男見せよ。男見せよ。男見せよ。16秒。トラウマになるだろこんなもん。この後にね、多分ドレさんと達彦がやってるんだよね。クソ嫌い、さよなら。あれ、ドレさんと達彦どこ行ったんだろう。もうなかったっけな。すげえいいやつがあるんだけどな。ないな。あれいつだったかな。ないね。あれあれいつだったかな。すげえいいやつあるんだけどね。ないな。あれどこ行ったんだろう。すげえいいやつあるんだよね。あったあった、これかな。これだったかな。さっき見たやつだよな、これ。俺が勝ってる動画なんか存在しないよ。全部負けたんだよ、バカ。俺が勝ってるやつなんかねえよ。これかな。これだ。これだ、これだ。これすごい強いよ、達彦。これだな、多分。近づかない。どうだろうね。打ち返すかんね。これだ、これだ。これだ。高野線みたいのドルさん。ドルさんちょっと強すぎるから。スーパーマンパンチ。フォローありがとう。会長戦の金敵見る？強すぎだろこれ。連打止まんねえんだ。あ、荒野には勝ってるか。うまっ、強すぎこの2人。荒野ガッツがあったね。体格差あんのにガンガン攻めてきたかもね。本域だからなこれ。3400人ぐらい見てますよ。うまいよな。連打止まんねえ。重っ。これ1分。牛殺し。いい蹴り。いいのもらったらいいの打ち返すかんな。いい蹴り。達彦もいい蹴り。ナイスインド。パンチおめえな、ほんと。出た、百裂拳。達彦の必殺技。うわー、危ない、危ない、危ない。危ないって、これ。これ、本域でしょ。ドルさん、顔がマジだもん。ドルさん顔マジになったもんね。いいのもらうともろ入ったね今。10秒ていうかね、ドルさんがねすごいうまいから火ついちゃうんだよ。ドレさんが消耗してんのこんなのここぐらいしか見たことないわ。ドレさん消耗したのこれぐらいだ。ドレさんを消耗させることができるのって達彦ぐらいだからね。これ結構ガチでやってるよね多分。次は誰だ？これすげえよかったね。あと誰やってんだ？ヒカルくん対ドレさん。いやー、ていうか立つだけで怖いかんね。ドレさんにお願いしてみ。リング上がっただけで逃げだ、正面ちびるよ。本当に。同じリング立ってるだけでしょんべんちびるかんね。体見てよ。体格と体見ろよっていう、うん、ラオウだよね。しかも素早いし、そんなんどうしようもねえだろ、うん、当たんないん。そう目がいいんだから自分の体のこと知り尽くしてんだよね。なんかそのちょっと後ろに構えたりスウェーバックがめちゃめちゃうまい。ヒカルくんと俺が体格同じぐらいなんだよなちょうど。上下上打った下打った上下上下ナイス。上下上下ロー。ナイス。大丈夫大丈夫大丈夫。そうなんだよ。リーチも長いんだよね。届かねえんだ。あと何秒？サブロ入るときはしっかりと。はい。ボディでしょ。2分じゃないですか。距離感おかしくなる。下がきやにローって。ボディ打った後上から。下がると。荒野戦見るか、荒野 VS ワドを見るか。ワド今日悪くなかったぞ。なかなかいいテクニック。ヒカルくんどもやってんのか。てか勉強になるね。勉強になるね。ヒントバカだから。え、何？復習、そうそうそう。自分のいいところダメなところ全部分かる。あんまりいいところないっていう。あんまりいいとこない。ダメだよね。もうだからあとは気持ちだよ。喧嘩だよ喧嘩。そうのとかと一緒なんだ。そう考えると若いなゾルさん。コンビだぞコンビ。から頭振れ頭振れ。じっとしてないで少し頭振れ。そうそうそう。体をずつ。そう。そうそう。わらもきよ。もう一発じゃないぞ。そういう単発じゃない。いやうまくないっすよ。今日練習配信やろう後で。これはちゃんとカットしないともう聞いてくるぞ。はい。これマスか？マスじゃないか。今緑で終わったらよかった。黄で終わったら。だからドレさんのんちゃんの拳やばいっすよ。のんちゃんの拳今オロチドッポンみたいになってますよ。アンパンマンみたいになってます。空手家の拳っすよ今のんちゃん。今日手術終わったんですよ。っていうかルールはどうなったのドレさん。結局ボクシングとキック両方やっていいんすか？確定させてもらいたいです。ドレさん確定、試合内容確定お願いします。どうなりました？いいよいいよ、それ技術あんだぞ。やば3分でしょ。3分、いや3分ないと。今のコンビネーションいいぞ。3分欲しい。スイッチ入れろ。膝で膝、左膝、左膝、左。そう組んだら左だよ。背中を攻撃していけない。左が分かんない光くんいいよね。俺さ、ちょっと待って、解説入れていい？さ、光くんさ、左って言ってんのに右蹴り続けるし、ドレさんに一回、スパーリング最中にもっとリラックスしろ！もっとボケーっとするんだっつったら、ボケーっとしすぎてパンチ5発ぐらいもらって、ああ、すいません！ボケっとしすぎました！すいません！って言ってて、天然すぎるだろうと思って。練習試合の最中にもっとリラックスだよ、光くん！光くん、ぼーっとしてっつったら、ぼーっとしてそのままパンチもらい続けたからね。天才、本当に。もう一回作れ。まだまだいいんだよ、時間いいんだよ。今調整中、2人とも譲らない。じゃあ2試合やりましょうよ。っていうか、はっきり言うけど、ドレさんなんか勘違いされてんだけど、向こうのリスナーに。もうキックでもいいっすよ。ぶっちゃけた話、キックでも俺有利変わんないから。ドレさんも分かってると思うんすよ。別になんか相手の蹴りが嫌だとかあるわけないじゃないですか。ただ単に僕がボクシングにハマってるから、ボクシングルールもやろうっていう、2試合やろうって言ってるだけで、なんかリスナーに対するファンサービスだと思ったんですよ、僕。殴り合いの方が面白いから。なんか蹴りをに逃げてるみたいに言われてるんで。だったら蹴り3ラウンドでもいいっすよ、僕。ただリスナーに2試合やったら面白くなるだろうと思って言っただけなんで、どっちでもいいっすもん。決めちゃってください。絶対ボクシングルールあった方がいいと思うよ。じゃあボクシングとキック両方やろっつってんの俺が。向こうが逃げてんだよ。向こうが逃げてんの。自分が有利になるように言ってるわけじゃないから。俺別に蹴り打てるから。捨て頃キックルールだったんだから。むしろボクシングの方が多分シンプルな殴り合いだから、技術差ないよ。俺ボクシングやってねえんだから。バカだよな、ほんと。いいよ、キックでやろうよ、じゃあ。蹴り殺してやるから。キックでやろう、じゃあもう。蹴り殺してやるよ、じゃあ。いや、両方ってずっと言ってんだよ。向こうが逃げてんだよ。だから俺、バーリトゥードでも構わねえっつってんだから。もういいじゃん、喧嘩で。はい。よし。じゃあ行きますよ、皆さん。皆さん。っていうか、キックのガードない分、向こうの方が有利、不利だよ。いいぞ。足壊れんの向こうだからね。いいぞ。すげえな。じゃあ俺はボクシングやりたいの。ボクシングの方が好きだから。ただ得意とかじゃないのよ。別に蹴れるから俺。キックルール全然いいんすよ。ただ蹴り殺しますよ僕。2分半でよくない？まあ一応2分にしたんで。これ誰？これこうや。ローキック狭いって大丈夫か？ラスト1分。ラスト1分いきますよ。これ頑張れ。いやこうや気持ち強かったよ。体格差すごいあるからね。俺とドレさんぐらい差あるよ。めちゃめちゃチビだからね。こうや口だけじゃないよ。こうや本気で来たもん。残り30秒本気出したけどね。体格差あるとこうなっちゃう。残り30秒だけ本気出した。残り20秒。集中しろ。ラスト。集中しろ。頑張れ。構えろ。体格差がありすぎる。俺とドルさんぐらいあるよ。手加減してるでしょ、どう見たって。手加減しない死ぬだろあんな。遅いわと反応が。バランスね。ミット打ちもやんねえとな。どんなの来ても全部カットする。どうってこと？ミット打ちこの辺か。肩に力入れるな。金梅さんパンチ綺麗なんだよな。で2人とも習ったと思うけど、蹴る足を押してこっち側を必ず上げておくとね。アーツ倒した人がいいんだ、すげえな。はい、ワードお願いします。いやーすごい怖かったと思うよ。こうや普通にガッツあるよあいつ。肩に力入れるな。いや俺は別になんか夜とか別に気にしないタイプだから。こんばんは。この蹴りをあいつにぶち込むだけだから。膝下飛ばしてもらう。サッカーゴールキックでなんで蹴りがあると俺に有利になるのかよくわかんねえわ。もっと外まで。もっと外。いや蹴り普通に重いよ。やらなきゃいけないのは心拍数を求める。だ体重重いんだから俺の方が。あいつガリガリなんだから蹴りあったら不利だよ。パンチだったら距離ね逃げればいいけど蹴りの距離なんか避けらんねえぞ。いや冷静に考えたら普通に蹴りありの方が技術差出るよ。ガードできなかったら蹴った方が折れんだからね。いやだからそれが浅はかなんだって。これはね練習だね。普通に蹴りインローできるからね俺。アウトローとインローできるから。普通に蹴ってるでしょ。ね分かってないんだよねあいつ。だって蹴りで自爆するのなんか何回もやってんじゃん俺。まあいいじゃんあいつがバカなんだから。いやローキックのカットが内に入るから持ってかれちゃうんだ。外、はい、おいお互い行けお互い行け。見合っててもしょうがないぞ。分かんないドレさんに聞いて。どっちも怖いんで行かないと。おいいい今のいいぞいいぞ。そうだそうだ。おいいいよいいよ。それ技術あんだぞ。払っていくの火からすぐ使えさない。今のコンビネーションもいいぞ。おい火からスイッチ入れろ。左そう組んだら左だよ。背中を攻撃しちゃいけないんだ。タイムブレイクここシュールだ。背中を攻撃しちゃいけないんだ。こっちの膝今だったもう一くらい作れ。まだまだいいんだよ時間いいんだよ。もう一回蹴ったらいいや。のんちゃん眠い？のんちゃん眠い？練習付き合ってよ今だから。いやいや座ってるだけじゃんのんちゃん。一人暇なんだって。どうせ寝てるんだから座って放送解説枠やって俺練習してる間。あ、丸さんいつもありがとう。相手もありがとう。なかなかいいテクニック。でもちょっと疲れがな。これもスタミナの練習だから。顔でかすぎてヘッドギア入んなかったからな。ヘッドギア、和道くんヘッドギアが入らねえっつってずっとぼやいてたからね、ガンダム。これリアルに入らなかったんだよ。あそこのコーチいいコーチ。また練習か。やだな。痛いですね。この前ちょっと怪我してしまって、右手にちょっと怪我して、まあはい、その感覚だけだ、はい、カット反応できるように、はい、もうちょい上げていいかな、はい、パンチも軽く当てていい、はい、わざわざ5引いとかないと、2人ともやっぱりいやトレーニングやだよ。ここ立ちくわのが簡単なするのうまいからね。一回ちゃんとグラッとくるよ。わあ今日調子いいんだからそのままコントロールして、あんまりこう真っ白になってわーっていかないで、さっきみたいにコンビって言ったらコンビ出せるんだから、あれをどんどん試してインローもインで受けられないんだから、相手にダメージを与えるやり方じゃない。スピードとタイミングを合わせる。金梅さんは練習の時ね、なんかこの時やり慣れてないからポコポコだから面白いのがない。なんか接待みたいになっちゃってる全部。勉強にならない。もうちょっと言ってよな。もうちょっと言ってよ、スパーリングなんだから。仕掛けて打たれないとこ来ないからポンって入れてやったら少し早めに。そうそうそう、そうやってローキックのカットができれば慌てる必要ないんだよ。今みたいにもったいない。相手バランス崩してるんだから、カットしたらすぐ攻撃なんだよ。外でやるよ。そう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 、当たったらそこにいない。ヒットアンドウェイね。やっぱり光るちょっと疲れたなってる。ちょっと動きが出たフリッカージャブ。前もちょっとやらかったね。そうそう、あと絶対そのコンビネーションだよ。パンチローパンチロー。今日はいいよ、すごくいいよ、すごくいい、今まで一番いいよ。お前そんなまっすぐ顔上げて、顎上げて入っていったらカウンターもらうぞお前。パチンコ打たないだけなんだから。頭振って入ってくる、頭振って。そうそうそう、そういう少し頭振ってやる。そう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 、おうまいうまい、ナイス。足掛け失敗した。真柴のフリッカージャブはもっとリーチが長い。これはね、なんかちょっと特殊なフリッカーだね。もう効かせるんじゃなくて散らせるっていう技だね。達彦のフリッカーは別の人のフリッカー。パン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 って打って、意識をそらせるだけに使うの。いいじゃないか今日、いいじゃないか。落ち着いてやればどうってことないんだ。じゃあ金ちゃん使う。また練習やだな。疲れが溜まって硬いわ。まだ続きは余裕があるな、少しね。余裕があるな、体力的に。あれが落ち着いたから試合の時に。わかりました。今日すごいね。まずは休憩です。こっちからもうちょっと上げてやってるね。OK です。よっしゃ。回転ね。パンチの強さが。はい。スピードだね。ファイトマネーっつうかギャラもらうよ、俺は。始めます。おいし。いきます。いきます。うまい。そうそうそう。蹴りまで蹴りまで。あとはどっかのタイミングで。切り込んでいかないと、もう姿勢一本になるぞ。はい、ああいうのが入っちゃうと、もう3発で効いたよ。カットね。あっ、ごめんなさい。ちっちゃいんで大丈夫です。はい。金ちゃんだよ。ちょっとロープ緩いんで、ちょっとブレーク。危ない。後ろに落ちた。1分経過。滑るんだよな。わざわざ体入れ替えない。クリンチだ、そういう時は。ついていけ。はい、ロープ緩いんだよな、ここ。え？なかなか技が良かった。強いよ。体格も全然違う。今ちょっと入るよ。みんな上がっちゃったから今日終わりだ。あとじゃあ便所になんか技術的なこと聞きたい人とか、便所からじゃあプロデューサーからなんか一人一人気になったことをさ、そういうことだね。一人一人気になったこと。だから疲れてるの。はい、タイムを測ってやっていくよ。Cクラスいや、試合決まったから勉強し直してんの。そうそう、最初1個でも手とかスピード上げてってよかった。わざわざ顎引く癖をつけて頭も少し振って、そう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 、これができないと早くなんてもっとできないから、優しくやってくれてるときに練習を試してみる。はい、入っていく。当たり前だから、相手も打ってくるのか、それも想定しながら。それ見合わない。そんな場面はないんだから。あなたの風。そろそろ練習行く？見合わない。そんな場面はないんだから。明日までずっと見合うなんて。練習行きますか？コーナーせいにするな。2人とも足以上痛くない？全然大丈夫。今ぐらいでも大丈夫そう？ああいう時に試合だから、冷静だもん。著作権ってだってこれ俺が撮ってる動画だもん。熱くなっちゃうと、無駄にして再開します。ジャンプはカウンターで話が出るか。ナイスロール。いやいや、タコ殴りにするよ。蹴りをダメージの本来だ。はい。走らせて。外で練習。うん、今から練習だよ。ナイスロー。はい。はい。1分。こいつのためにならないぞ、出したら。そんな展開ないんだから。あ、いい。反対の方がガードがあると。 가면 이게 미국에 다 오사야 된다잖아. 이게 돈을 모았다니까 나도 갔다가 받아. 와서 갔다. 그래. 지금 스타일이 이거 뭐 공개가 되는데. 이게 와도.やだなぁ、練習行くじゃあ。練習配信見に来てくれんのみんな。ねえ、かそるから嫌なんだよなぁ、練習。めんどくせぇ。行くか。行きますか。練習かそるしさ。かそるし金になんねえし。やべえな、延長代も稼げてねえよ。花火ゼロかよ。やばいな、これ。練習かそるっしょ。練習見に来る人、じゃあ手上げで。練習見に行く人。中央公園は通報入るからダメ。放送できない。他行く。着替えるわ。のんちゃん来てくんないの？だって痛いな。痛いの？だって家の中いても痛いでしょ。だって動いたらもっと痛いもん。いや動かないのんちゃん。座って見ててよ。こんなになってんだよ。知ってるよ。知ってるけど。あれ俺のあれはジャージ。この間履いてたじゃん。え？この間履いててどうしたの？いや、わかんない。この間履いてた？どこやった？ジャージ。いやー練習やだな練習嫌いああ分かったサッカーだじゃあ行きますよ、皆さん。練習行きまーす。みんな来てね。めんどくせー。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。